皆さん、こんにちは。モノモース K バーチャル YouTuber モノモースです。今日は、ちょっと目を引く話題についてお話ししたいと思います。それは、小室マ子さんがもう皇室とは縁を切りたい、と言ったということについてです。なぜこんなことを言ったのか、その背景にあるシーンに、そして私たちがどのように考えればよいのかについて深掘りしていきたいと思います。まず、ニュース記事によりますと、マコさんは、もう皇室とは縁を切りたい、という姿勢を示されたということです。これは一体どういう意味を持つのか、当然、多くの視聴者の皆様もこのニュース、 に驚いたかと思いますこの話題に触れる前にまずは記事の内容を簡単にまとめます5月25日から6月1日まで慶子様がギリシャを訪問されその際かつてまこさんはが既定対象を身にまとったということが注目されましたそしてまこさんは結婚前に多くのお下がりの服を置いていったことをさらに結婚直前には皇室特権を起こじされたという背景がありますさてここから私の見解を述べたいと思いますまず第一にまこさんは皇室との縁を切りたいと感じた背景にはやはり試験からの風当たりがえ 提供しているのではないかと思います多くの人々は彼女の選択に対して賛否両論でした皇室からの特権を受けることに対する抵抗感があったのは理解できる部分もあります次に具体例としてまこさんはメトロポリタン美術館で働いていることが挙げられます一部の人々はこれを皇室特権の利用だと感じているようですこれに対して私は彼女が自身の力でキャリアを積み上げるという姿勢を支持したいと思いますただし確かに大衆の税金が関わる問題については透明性が必要でありまこさんもその部分で の説明責任を果たすべきだとも思いますさらに反論としてドレスなんかじゃ何もわからないというコメントもあります確かに表面的なことだけで全てを判断するのは想定かもしれません私たちが見るべきは彼女がどのように今後の人生を築いていくのかその過程です彼女が皇室との距離を取ろうとする姿勢は彼女自身が独立し自分の人生を切り開きたいという強い意志の表れかもしれません最後にまとめとして私たちが注目すべきはま子さんはこれからどのように自分の生活を構築していくのかそし それに対してどのような姿勢を示すかということです皇室との縁を切りたいという気持ちも理解できますがそれは本当に彼女のためになるのか私たちも冷静に見守る必要があるでしょう以上今回はまこさんについての話題を取り上げました皆さんのご意見や感想もぜひコメントで聞かせてくださいそれでは次回の動画でお会いしましょうバイバイ